ロッテルダムはオランダ海軍のドック型輸送揚陸艦。巡道警官にヨハンデ・ウィット及びスペイン海軍のガリシア級があり、後にエンォーサー型としてシリーズ化された。オランダ海軍の両養船部隊はもともと上陸用集艇しか保有しておらず、1950年代末より揚陸艦の整備を施行し始めた。1980年代初頭には輸送揚陸艦として、 要求事項が固まり、1984年より予備設計を開始、1988年12月には爆料要求事項が策定された。この時期、スペイン海軍でも似たような揚陸艦の建造を検討していたことから、1990年、オランダの計画への参加を打診した。当時、両国はちょうどパティーニョ級補給艦を共同で開発していたことも、 あって、両者の計画は合流することになり、1992年6月に覚書が取り交わされた。1993年12月には、オランダのロイヤルシェルデとスペインのバサン社による統合設計のプロジェクト定義が完了。1994年4月25日には、建造契約が発注された。艦の前方に寄せて、箱型の上部構造物を備え、 後部戦隊内は、ウェルドック、その髪型は、ヘリコプター乾板という、オーソドックスなドック型輸送用陸艦の設計を、採用している。戦火提言のため、設計は、ロイド戦級協会の商船規格に準じて行われた。ただし、戦隊障子コイルや機密下出る構造など、軍艦としての装備も備えている。また、ウェルドックに、超水する際に戦隊を傾斜させるため、 4000トンの容量を持つバラストタンクを備えている。手記にはディーゼルエレクトリック方式が採用された。これは搭載艇発進時の低速航行から高速巡航までの幅広い速度域をカバーすると共に良好な燃費を実現するための装置であった。その電源としてはストークバルチラ 12SW28 ディーゼルエンジンを原動機とする発電機を4セット搭載した。 主電動機2機及び低速電動機2機により固定ピッチプロペラに軸を駆動する。また精密な相関が求められる場合に備えてバウスラスターも備えた。なお館内サービス用の電源としては主発電機からの3 6 5 0ットのほか低白発電機として1 0 0 0ットのディーゼル発電機も1機搭載された。本館は 完全装備の1個開閉代替を搭載できるよう設計されており、611名の開閉単位を30日にわたって収容できる居住区が確保されている。また期間を48時間に限れば50名、24時間であれば150名の増員が可能である。なお病院船機能として、手術室2室、集中治療室10床、病床100床を備えている。 車両甲板は903平方メートルで、レオパルトに主力戦車30両、または走行兵員輸送車160両を搭載できる。また、ウェルドックも車両甲板に転用できるほか、軽車両であれば、ヘリコプター甲板にも搭載できる。ヘリコプター甲板と車両甲板を連絡するエレベーターの力量は25トンで、ある。また、減速のサイドランプによって、 ローロー機能も発揮できるほか、それぞれ力量25トンと2.5トンのクレーンによる上げ等も可能である。車両甲板の後方に連続して、ウェルドックが設けられており、LCVP マーク3なら6席、ロー Q マーク9や LCM なら4席を収容できる。なお海兵隊の装備用として630立方メートル。 弾薬320立方メートル、その他補給品627立方メートルの収容スペースが確保されている。上部構造物後端はハンガーとされており、乾板面積は510平方メートル、クーガーや NH90 といった中型の輸送ヘリコプターであれば6機、大型のマーリンであれば4機を収容できる。その後方の完備乾板はヘリコプター乾板とされ、 長さ60幅25メートル、発着スポット2個が設定されている。なお対戦線におけるヘリクーボとしての運用も想定されており、マーク46単魚雷30発とその部位300本を搭載できる。対空捜索レーダーとしては DA-08 を搭載するが、そのアンテナ部分はヤコブ・ファン・ヘームスケルク級フリゲートから撤去された。 da-05 のものが流用されている。なお、戦術情報処理装置として、水庫が搭載されており、リンク11及び14による、戦術データリンクに対応している。下機としては、ゴールキーパー30マシュダブリュス2機の他に、マーク 1020mm 機準4機も搭載されていたが、これは2003年に 12.7mm 単装機銃に、換装された。 またこのほか、上官したスティンガー形態式、防空ミサイルシステム部隊も防空に参加できる。1999年、コソボ紛争に際して NATO によるアルバニア系、住民支援作戦に従事した。2000年には、国際連合エチオピアイリトリア派遣団に、2003年には、国際連合リベリアミッションへ派遣されている。ありがとうございます。